フリーランスエンジニアは何歳まで働けるの？お願いします。はい、丸山です。浜田です。今回はですね、幅広い年齢の方から質問来るじゃないですか。実際フリーランスって何歳まで働けますかみたいな。全年齢層から総じて絶対来る質問ですね。フリーランスのリスクっていうのは、案件がなくなっちゃったら収入もなくなっちゃうよねっていうリスクがあるので、はい、心配して叱るべきかなというふうに思いますね。はい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 、今回はその辺のですね、弊社の実例も含めてですね、お話できればなというふうに思います。はい。はい、一番上の年齢層、実際にグラントップにいる人は64歳が一番上ですね、はい、来年から年金もらえる方がまだフリーランスやってます。しかも弊社に来たのが62歳の頃だったので62歳の頃だった。でも案件は見つかっております。はい、あとは58歳の女性の方、56歳の男性の方、400人中20人ぐらいは50代超えてもバリバリフリーランスとしてご活躍はされています。はい、20代からバリバリコード書いてましたっていう人もいれば、30後半からエンジニアだった人もいますし、エンジニアとしてのキャリアっていうのはばらつきがありますね。全員違うと思う。62歳でフリーランスになられた方はですね、業界歴が45年ぐらい。45年です。はい、生まれてないです僕ら。その頃の経験とか知識とかを生かして業務に取り込む、そうやってやっていくとですね、案件は見つかるんですね。50代までとか40代までっていうところが募集の要件になってるやつも実際あります。ただない案件も普通にちゃんとあるので、60代だから落ちるってこともないです。その方普通におしゃべりも上手いですし、技術もしっかりしてるので問題なく案件も獲得はできています。親子でエンジニアやってる人で、親子ともども弊社の方で案件探させていただいてる方もおります。はい、息子さんがもともとグラントップのエンジニアさんで紹介したい方がいるんですけどって連れてきたのがまさかお父さんっていうパターンで、はい、お母さんのパターンもあります。お母さんのパターンは本当にありました。息子さんが先にグラントップに参画していただいて、はい、お母さんを紹介していただいてみたいな。その58歳の女性の方はずっと PHP をやられてて30年ぐらいの経験値があると思います。そうです。男性の方はコボル、Java、C、C シャープとか、はい、組み込みからオープン系までやってきていて、はい、みたいな。55歳以降の働き方って本当にフリーランスも自由でして、うん、中にはコンサルファーム出身でずっとコンサルやってますよって方がですね、コンサルの案件を2つやってますよね。すごくない？だって90万ぐらいの案件を掛け持ちして2個やってます。2個やってますね。経験値があるので2案件こなせますよって。全然余裕っすねって言ってたもんね。その方はもともとエンジニアやっていて、コンサルファームに行ってコンサル学んで、今はシステム系のコンサルやってるっていう感じですね。はい、他の方では56歳ぐらいの Java とかやってたエンジニアさんいるんだけど、その方はバリバリやったら普通に1000万超えるエンジニアさんなんだけど、お孫さんとかもいるから自分のプライベートの時間を大事にしたいみたいな感じで、案件自体のウェイトはもう下げて、安くていいんでフルリモで楽にやれる案件お願いしますみたいな感じで、それでも月50とかだから。僕が前担当しておりました63歳の方、男性ですね、お孫さんが2人ぐらいいらっしゃって、エンジニア歴が40年ぐらいあるのかな。やっぱり今バリバリコードかけるかって言われたら止まらっちゃう部分もあるので、単純なテスターでいいんでやらせてくださいっていう人もいらっしゃいます。ただ業界歴40年ぐらいあるんで、テスターといってもベテランですよね。報酬は45万とかなんですよね。はいはいはい、はい、なんで経験値からしたらすっごい単価も低いです。ただ業務もすごい楽、現場からしたら嬉しいんですよね。こんな経験値ある人を45万円で入れてくれるんだみたいな。下流工程、テスターから上流、要件定義、もしくは管理職っていうところまで、その方も全て経験してきてるじゃん40年間で。そうですね、自分がもう全ていける感じだから選べるもんね。年齢が上がってくると、このぐらいの金額でもこのぐらいやれればいいですぐらいの余裕がありますよね。年齢もいってますし、スキルもあるんで、お孫さんになんかプレゼント買ってあげられたらいいなみたいなそういう方もいらっしゃいます。がっつり稼ぎたいんでまだまだっていう方もいますね。なんで50歳超えてもですね、いろんなキャリアがありますので、はい、心配していただかなくていいかなというふうに思います。うん、動画の途中ですが、エンジニアなら必見エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。若い人と比較した際にですね、若い人の方が取られる確率が高いんじゃないかっていうのがやっぱあると思うんですよ。はい、30代でバリバリやってる人と60歳代の人だと、はい、やっぱり若い人取りたくなっちゃいますよね、企業からしたら。はい、うん、体力もあるし、行動力もあるし、いろんな理由を加味してやっぱり若い人の方が優遇されがちではあります。はい、そこも年齢をどう使うかによっても変わってきたりもしますね。例えば30歳中盤の方と50歳の方がですね、はい、同じスキルだったらもちろん若い人取られます、ね、取りますね。ただ30年間の長い歴史があるので、そこをうまく生かした方がいいんじゃないかっていうのはやっぱありますね。はい、うん、
おすすめとしては年齢を上げるごとにレイヤーを上げていくっていうのがやっぱ一番おすすめです。はい、優秀な方ですと40代後半ぐらいからはコンサルの方に舵を全振りして今までの経験をもとにコンサルとしてやっていくっていう方がですね、長く案件も取っていきますね。そうですね、プログラマーやって、はい、SE やってっていうところからコンサル行ってみたいな感じで PM をやったりとか、はい、その方とか見てるとやっぱ PMP とか管理業務の資格とかもしっかり取っててとか、はい、そういう方は硬いなって思いました。これはもうフリーランスエンジニアだからどうこうじゃなくて、やっぱエンジニア職っていうのはずっと勉強し続けなきゃいけない職種なので、はい、30歳超えても40歳超えても上に行こうっていうふうに思わないと確実に腐れていきますね。そうですね、古い技術のまま行こうとするんじゃなくて、モダンな環境だったり、はい、今のトレンドの言語のところに嫌がらずに取り入れていこうっていう積極的な姿勢も大事かなと思います。あとは40歳以降の方がやるべきようなことでいうと、うん、リーダー業務だったりとか PM とか PMO の管理業務、そうですね、年齢を積み重ねることにですね、人をまとめたりとかレイヤーを上げていかないと厳しいので、うん、最低限リーダー業務できたら PM とか、あとは要件定義な部分だったりとか、お客さんと話す場面、上流工程の部分ですかね、はい、っていうのは若い子よりも経験積んでる人の方が説得力もありますし、経験が違うのでお客様など折衝とかは年齢高い方がやるべきことだと思いますので、その辺の経験を積んでおくのは絶対にいいと思います、はい、なので30代後半ぐらいからそのあたりの上流工程をやっていこうっていうのは考えていいのかなと思いますね、うん、むしろ考えなきゃやばいと思います、はい、中にはやっぱり45歳50歳過ぎてもコード書くのが好きみたいな方もいらっしゃるじゃん。そういう方はもう突き抜けて、はい、絶対負けないみたいな感じの方もいらっしゃるの で、 そうですね、そこも問題ないと思います、はい、年齢を上げていくにつれて35歳から40歳、はい、45歳になった時に市場で勝ち抜くフリーランスエンジニアになるっていうところは見てきてると、絶対これは僕はもう負けませんみたいな人が多い。 Java だったら僕は絶対負けないんですとか、管理だったら僕絶対やれますっていう、 SS もこんな大手のところも経験してきましたっていう、自分に確固たる自信があるというか、自分にしかない付加価値みたいな、何かを極めてる人とかは全然やれると思いますし、はい、うん、結構 Twitter とかでも今40歳なんですけど今からエンジニアになれますかねっていう人もめちゃめちゃ多いです。そんなこと言ってるうちに早くやった方がいいよって思っちゃいますね。なんで今フリーランスになろうかなって思ってる人はぜひ相談していただければなと思います、はいはい、もちろん人の人生なので勝手なことを言って人生が悪化しちゃうのは良くないので、はい、難しい場合はちょっと気づくかもしれないですよっていうふうに言わせていただく可能性もあります。将来不安だよっていう人もいると思うんですよね、はい、これ正社員にしてもフリーランスにしてもそうだと思うんですけど、今のうち収入を上げといて、はい、貯蓄をしたりとかっていうのを考えるのもいいかなと思います。はい、はい、弊社ではですね、そういった資産形成の勉強会というのも行っておりますので、自分のお金の管理をどうしたらいいかとか、40歳以降50歳以降に向けたどうスキルをつければいいかとかっていう勉強会も随時行ってますので、ぜひ参加していただければなと思います、はい、結論ですね、フリーランスエンジニアというのは何歳まででもやれます、はい、やってる実績もありますのでご安心いただければと思います、はい、ぜひ相談があればお気軽に概要欄の方からお問い合わせいただければと思います。当チャンネルではこういったエンジニアさん向けの情報というのを随時発信しておりますので、今のうちにグッドボタンとチャンネル登録の方もお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。